片桐咲です。さあ今日はですね、あの天使側のアニメのドラゴンボールと、あと実は今世の使命とか、あのいろいろつながってくるので、その話ですとかスピリチュアル的なね、あの世の話とかね、あとさらにね、まあ、風の時代の話とかもしていきたいと思います。まあ、そこからちょっと無料オンラインサロンのねコンセプトにもつながっていきますので、あとちょっとね私なんか歌っちゃいましたのでまあぜひね、あの聞いていただければと思います。これすでにですね、もうスタンド FM では出してるんですけども、最近梅雨で雨が多いですけれども、いかがお過ごしでしょうか。私はですね、最近ね、あのいきなりドラゴンボールにまたハマりましてすごいネットフリックスとかでね、もうなんかドラゴンボール Z 1日5時間くらい見てもね本当にね、もうハマってハマってしょうがなくなっちゃって、またもともとドラゴンボール大好きですけど、そうで、なんでね見てるかっていうとね、まあ、私ね、あの小学校2年生の時からドラゴンボールが始まったんですよ。ちょうど初回からね、ほとんど全部見てまして、めっちゃハマってたんで。でね、実はね、今回のオンラインサロンを作るのにあたって、まあ、無料でね作るんですけど、まあ、私もね正直ね、いろいろ、まあね、あのイメージが思い浮かぶっていうのがね、天国になっちゃってお話ししてたんですけど、あのね、ほんとテーマがねそっちになっちゃってね、いろいろ考えると、どの歌もねドラゴンボールの歌は好きなんですけども、ドラゴンボールの歌でね私大好きな曲があるんですね。それは、まあ、空の上から愛の種を撒き散らしてってあるじゃないですか。この星から悲しみ消したかったってね。で、あれで、あれだっけ、 To my friend、 背中の羽はなくしたけれど、なんかちょっと歌っちゃってますけど、あ、ちょっと朝だが声出てないんですけど、そうそう、それでね、まだ不思議な力残ってるってなりますよね。あれね、私あの歌詞すごい好きで、あの空の上からね愛の種をまき散らして、この星から悲しみ消したかった、で背中の羽はなくしたけれど、まだ不思議な力残ってるっていうのがねすごい好きでね、あの歌詞がね、あのめっちゃね、あの今世のテーマでもあるんですよね。あのまあ、あの生まれる前のお話とかね、記憶があるってお話をしてて、まあ、それ YouTube で話してますけど、まあ、空の上にいたのにね、神様に落とされてね生まれたわけなんですけど、私ね、まあ、やっぱりね、そのね、地球を良くしたいっていうのがねあったんですよ。でちょっとどんどんスピリチュアルっぽくなっちゃいますけど、あのどんどんもう風の時代だからね、こういう話もねどんどんしてもいいかなって気はしてますけどね、昔だったらちょっと惹かれるかもしれないんですけど、でそういう目的はねやっぱりありまして、まあちょっとね今世は一応、ね、巨大な使命があるとか言ってますけど、まあそれはねちょっと具体的には言いませんけど、まあちょっとねそういうのをねまた思い出してきてるというか、それがね私のオンラインサロンやるとしたらそのテーマになってくるんですよね。まあ、もちろん皆さんを引き上げるというかね、皆さんも良くなるってことで考えてますけど、ちょっとまだね いろいろ降りてこないのでね、ちょっと今まだすぐにね、あの始められてないんですけれども、本当ドラゴンボールはね、やっぱりあのもうとにかくね、ワクワク大冒険でも夢とか愛とかね、もう希望とか、もうそういうのすっごい詰まってますよね。ユーモアもすごいしね、もう全部ポジティブだし、あのはっきり言って、あの今のね結構おどろしいアニメとは全く違くて、まあドラゴンボールは結構天使側のねアニメなんですよ。やっぱり天側というか光側なんですけど、今のおどろしいアニメだとやっぱり結構その闇側のねアニメなんですよね。そこがちょっとね、かなりもエネルギーが全然違うなって思います。私の原点というか、あのそもそもね、まあ悟空がすごいね、まあアニメですけどね、でも悟空はすごいやっぱり心と魂がすごい綺麗で、まあ、純粋な巨大なねパワーを持っていて、でねやかですよね、めちゃくちゃ明るいじゃないですか、ポジティブでね。で結構私ね、そこ共通してるというか、まあ、いろんな理論者さんに言われてきてますけど、まあ、魂と心がすごい綺麗だとかね、まあ、パワーが半端ない、エネルギーが半端ないとかね、ねやかだとかいろんな人に言われてきてますけども、まあ、結構共通するんですよね。で私はまだちょっとそのエネルギーを開花できてないので、うん、またちょっと改めてね見ててね、ちょっとアニメですけど、そのまあ、ドラゴンボールもキーエネルギーの話してると思うんですね。で私はそれは別にドラゴンボール見なくても生まれつき分かってるので、もうすごく共感するというか、そうだなっていう、まあさすがにちょっと武空術とかできないと思いますけども、でそういうのはあるんですよ。でもね、私ね高校の時それで気功を習ってたんですね。もともとエネルギー敏感なんで、まあ、本当に神ハミハやりたかったんですよ。でもねやっぱりね、あの先生とかはね相手に触らずに気功派で相手をやっつけてましたよ。私もやられたことあるけど、あの別に怪我はしないんですけど、あの体はね自分で動かせなくなります。気候派やられると、あの離れてますからね、すごくないですか本当にハメハメハみたいな感じなんですよ。私もねちょっとできたんですけど、ちょっとしかできなかったんですけど、まあ、これでも別にね、あの、まあ、パワーをうまく使えばいいんだなっていう感じがしますので、
まあ、よくねエネルギーの話は YouTube でしてきてますからね、それ見ていただきたいですし、うん、なんか私は今ちょっと自分のエネルギーをまず整えなきゃなっていうのもあってね、うん、まあ、自分の、ね、エネルギーぐらい整えられないとね、ちょっとね皆さんもねいい影響を与えられなくなっちゃうので思ってます。本当にねあのドラゴンボールはもうワクワク大冒険で、あの本当に心が綺麗だね、あのポジティブエネルギーに溢れてんですよね、まあ、ユーモアですとか希望とか夢とかね。で本当にあの動物とかのいろんなあのよくわかんない惑星の人とかみんな共存してるじゃないですか、みんな普通にねいるっていう感じでね、恐竜とかもいますし、本当にあの固定観念がないですよね。そういうのって本当に未来型だなっていうかね、もうあの風の時代型というか、いろんな人が共存していろんなタイプの人がもう宇宙人も多分ね地球に来ちゃってますから、本当にリアルにね、リアルに混在してると思いますし、昔から伊原さんとか三宅宏さんが、まあ、魔界人とか言ってますけど、そういうのもいると思います。私も本当に悪魔に取り憑かれてるんだと思う人いたし、まあ、かなりなダメージ食らいましたけれどもね、瀕死の状態みたいなね、あ結構いると思います。いろいろ本当の人間じゃなさそうなやつとか、うん、まあ私も多分純粋な地球人か分かんないですけど、まあ、前世は宇宙人だったこともあるとか言われましたけど、まあ、ライトワーカーではあるので、まあ、やっぱりちょっと変わってると思うんですよね、普通の人と比べてね、まあ、そうするといろんな人が混在してますので、でもそれでねあのみんながそれを受け入れてというかっていうのは本当に風の時代式だし、本当ドラゴンボールあるユニバーサルなアニメだなと思っていてね、あのすごくね私としてはねあんまりその現世の人間であれレベルの人はいないのであれなんですけど、かなりねあの見本になるんですよね、うん、目標というか、うん、まあああいうね本当に一番大事なのは純粋で綺麗な心のものがパワーを持つことなので、そしたら地球上も良くなるはずです。あの今のその権力とかお金とかじゃなくて、地位とかではなくてね、純粋なエネルギーのパワーってことですよね、うん、そうすると社会は随分変わると思うので、もうこれからね風の時代にそれがどんどんねあのそういうふうに変わっていくようにね私は願ってるし、まあ、それをいつも朝ね神様とかにお参りするときに、まあ、お家にねいらっしゃる神様のお札とかにお参りするときに、まあ、天照大神様とかにも言ってるんですけれどね、まずそこの形勢を逆転させなくちゃいけないなと思ってるので、うん、まあ、エネルギーをね心の綺麗な者たちのエネルギーとかパワーを取り戻していくってことですね。それが一番ねまず大事かなと思います。ちょっと朝からいきなりね今喋ってて、あの本当に起きたばっかでね、そう昨日寝るまでねドラゴンボール見てたからついつい喋っちゃったんですけど、意外といろんな言葉が出てきましたね私の中でね。そう喋るとね意外とねほら思ってるだけじゃなくてね、喋った方がいろいろね、あ自分にも気づかないようなこと言ってたりとかするので、まあね面白いですよね。ちょっといきなりこんなね朝からこんなお話で、ね、付き合わさせちゃいましたけれども、うん、まあ本当にこれからはそういう時代になると思ってるので、そうぜひそれをコンセプトにね私はねあの無料オンラインサロンをやっていきたいなと思ってますので、ちょっとなかなか進まないんですけれどもね、皆さんもぜひあのこの梅雨の時期ですが、ちょっと今あの振り返りの時期でもありますので、まあ、水星逆行っていうのをやれてますけども、振り返りの時期でもありますので、ちょっと風の時代に入って、まあ、少し経ちましたので、ちょっと自分でここメンテナンスとかをしていただいて、まあ、不要なものとかいるものとか分けていただいて、まあ、これからね先に進んでいただきたいと思います。あとちょっと追加なんですけどね、まあ、私実はヒーリングできるんですね。まあ、結構ねいろんな人から、まあ、そこらのヒーラーや霊能者さんよりもよほど力があるとか言われてきてるんですけど、まあ、一応ヒーリングはできまして、ただね私結構皆さんご存知の通りね、あの人から邪気とか邪念を受けやすいんですよ。だからなかなかね他の人にやってあげてなかったんですけど、前ちょっとね具合悪い子にね友達とかにやったら、やっぱりねその子は良くなっても私が受けちゃうんですよねっていうのがあって、やってなかったんですよ。自分にはやってるんですけれども、ただこの前ですねちょっとやってたら、あ、まあ、傷を癒すとかねそういうマイナスなものを取り除いてあげるのはちょっと私受けやすいからできないんですけど、ただその人が例えば夢を叶えるとか今からプラスになるっていう方向だったらね、まあ、邪気受けなかったんですよね。もしかしたらちょっと皆さんにもねできるかもしれないなと思ってるんですね。まあ、ちょっともしかするとそれも今後ね取り入れていくかもしれないです。あのカラードソレイユのサロンの方もそうですし、はい、で今ちょっと他の人もちょっといくつか練習してねやってみようかなと思います。この前一回ね一人やったらね、まあ、すごい気持ちよくてすごいいいエネルギーだったって言われたんで、まあ、その人もプロのヒーラーなんですけど、で私がその人が良くなるイメージをしてね送ってあげてたら、すごいそのイメージも届いたみたいでね言ってましたんで、まあ、結構これ意外とじゃあやれるかもなと思っています。ちょっとそこら辺もね今後追加してくるかもしれませんので、またねそれもお知らせしたいと思います。まあ、来週は金塊日食が来ますね。あの双子座の新月で来ます、まあ、まさに私のね毎月星座なんで、うん、1年に1回のすごい日が来るんです。私にとってはね、まあ、風の時代これで爆発させるみたいなね感じで、ちょっとねいい日を迎えたいと思ってますので、ぜひ皆さんも引き続きですけれども、ね、あのいろいろ整えてね、あの体調も崩さないように、ちょっと今ねいろいろ
気候もあれですし、コロナもありますのでお大事にされてください。それではまたぜひご覧ください。風の時代に色の波動で羽ばたく、開運するオンラインプログラム。最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 See you next time.